その日、メロスは眠らずに村へ帰りました。村に着いたのは次の日の午前でした。もう村の人は外で仕事を始めていました。メロスの妹も仕事をしていました。妹は疲れているメロスを見て驚きました。メロスは言いました。大丈夫だ。ところで、町にまだ用事がある。またすぐに町へ戻らなければならない。明日、お前の結婚式をしよう。きれいな服も買ってきた。さあ、村の人に明日結婚式をすると知らせに行きなさい。妹はとても喜びました。メロスは家に帰り、結婚式の用意をしました。メロスはベッドに倒れて眠ってしまいました。